現象の研究、予知、そしてコントロールをしています。その気象現象とは凄まじい迫力を持つこのようなストームです。私たちのミッションはストームの中心部に入って行われるんですが、今日は皆さんにもそれを体験してもらいます。ではあちらのレーダースクリーンを見てください。上から入ってきた雲の渦、あれが今回のターゲットです。ストームの大きさはレベル1から5までに分かれるんですが、このストームは最大のレベル5です。これだけの規模のストームの中に入るのはかなり危険です。そこで私たちはこのストームライダーを開発しました。革新的なのはヘリコプターのように、まずストームの上空まで上がってから穏やかな雨の中に降りていけるところです。安全性は完璧です。安全だからこそ皆さんに体験してもらえるんです。皆さんはストームライダーのコックピットの後ろにある観測デッキに乗ることになります。さて、ストームの目の中に入るのはミッションのほんの一部にすぎません。最終目的はストームを消滅させることです。そこで登場するのがこのストームディフューザーです。ものすごい爆発を起こしてストームのエネルギーを分散させ、どんなストームでも消滅させてしまいます。その様子を再現してみましょう。ストームディフューザー起動。この装置の中にストームの渦を作ります。爆発まで20秒19 18 17。モニターを見てください。ストームライダーがストームの中心に近づいていきます。そしてストームディフューザーを発射。これが爆発することによってストームが消滅します。大丈夫ですか皆さん。まあ実際の爆発は大したことはありません。今の100万倍くらいですね。はい、でも皆さんが安全なところまで離れてから爆発するので全く心配ありません。どれぐらい飛ぶ？登場準備の進行状況予定通りです。今のは総司令官のベースコントロールからの通信です。ではパイロットをご紹介しましょう。右にいるのがキャプテンスコット、今回のミッションの指揮官です。皆さんよろしく。そして副官のキャプテンデイビス、皆さんのパイロットです。キャプテンデイビス、ミッションに参加する気があるなら今すぐスタンバイしなさい。ブレフライトクルー、ストームライダーの準備が完了しました。搭乗を開始してください。ラジャーです。皆さん搭乗したら速やかに席に着いてください。それから機内では必ずシートベルトを締めてくださいね。各列車と搭乗口前でお待ちの皆さん、まもなく目の前のドアが皆さんの方に向かって大きく開きます。安全のため足元に引いてある黄色い線からはお荷物やお体が出ないよう一歩ずつ下がったところでお待ちください。